今日は新約聖書のマルコの9章十4節より29節までをお読,みしたお読みします。開きました。それでは声を出してどうぞ一党が他の弟子たちのところに来てみると彼らは大勢の君主に取り囲まれて 立法学者たと議論し合っていた君主は皆イエスを見つけて非常に驚き、家計をてきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、君主の中のある者が答えた先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。悪霊がこの子に取り憑くと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると この子は口から青を出し、歯ぎしりをして体をこばらしてしまいます。この悪霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお歌になった。なんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさい。 人々は息子イエスのところに連れてきた。アクイはイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親にこの世になったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った幼い時からです。アクは息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。 おできになるなら、私どもをあわれんでお助けください。イエスは言われた。できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは君主が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず、耳も聞こえさせないで私の命令だ。この子から出て行け。 二度とこの子の中に入るな。すると悪霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出ていた。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちはひそかになぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスはこの種の者は 祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。アメンはい。万軍の主なる神様、この時間の礼拝も、本当に愛する子どもたちがあなたの統治法則の中で必ず勝利を勝ち取り、必ず命の救いを獲得し、 よいの間には光の子供として、暗闇を照らす光の子供として、復活の主イエスキトの証人として、信仰を守り抜き、使命を果たすことができますよう強めてくださり、ようるときには、主の約束を果た、神の御国を相続することができれば、できるだけではなく、命の冠、木の冠、共に受けて、 永遠に永遠にあなたと共にいることができますよ。祝福来てくださり。今日、今日において、本当に私たちが神の子供として目指すべき、真理の道よ、勝利の道よ、主の霊と共に歩む道をはっきりと示してくださり。たった一人も脱落することなく、全員が永遠なる命の救いに必ず、 至ることはできますよ。愛する子供たちを助けてください。すべてを主の精霊に委ね、イエスキトの皆によってお祈り申し上げます。アーメあれレルヤれれれれきておられ本れに 創世以前からの計画によって私たちを勝利と命へと導いておられるのが目に見えるように分かります目に見えなくてもそれを信じる人はアーメンとアクションをイエス様に送ります<手>ああ今日のために祈って昨日主から一つ示された箇所を皆さんにまず紹介しますが 牧師が乗った車が前に進んでいますしかし目の前に大きなトラックが走ってるけども牧師よりゆっくり走ってます当然牧師は焦っています焦って追い越しができるかどうか今ずっとこう焦りながら見てるわけです 前の車の速度がトラックの速度がボクシーの,車の速度よりちょっと遅い感じだからボクシーは速く走りたいその気持ちと裏腹にトラックはボクシーよりゆっくり走ってる焦りながら追い越そうとしても余裕がないだから目の前にあるトラックに当然注目するわけですそしたらこのトラックはなんとお花 お花をいいっぱい積んでますそれも大きなトラックに段があって段がこの段ごとに違う種類のお花がいっぱい積んでありますがこのお花の美しさは言葉で説明できないぐらい美しいお花がいっぱい段ごとに全部別の種類のお花がよ びっくりしました。あんまりにも美しい花がたくさんあったから。また注意してみたら、トラックに乗った人がこのお花を、この道に敷きながら走ってるの。えお花を、この道、道路にお花を敷きながら、ばらまきながら、それで走ってるわけ。何ゆっくり考えたらこれは。 勃使が、うちの教会が行く道を今、天使たちが、お花をばらまいてるの。アメーハレルヤーアメーー。今までいろいろ示された中で、ゆっくり祈りながら考えてみたら、これはもう最高、最高水準の。皆さんが歩く道に誰かがお花をばらまいてくれたりすしたことありますか ああいう道にアスパルトでなくてお花をまいてくれるお花をまいて私たちがああいう道を備えてださっている状況状態であることを主が示してやった今がいつもよりも霊的にそういうレベルになってきていることを信じる人だけアーメンとアク皆さんの神様に贈ります 今どうして、こんな神様が天使に命じて、皆さんと私が歩む道にお花をまいてくださるようになったのか、皆さん、そう思っていますか礼拝での一点がすぐできなくて、今、人の家にお世話になっているくせに、何この道が今、お花をまいていただいている状態だと。 それが信じられぬかと。信じられれば幸いなの。これが見えれば幸いなの。これが神の霊ともに歩む人には、これが見えるはずだし、見えなくてもこういうふうに聞くときに、ああ、なるほどと思って悟りを得るはずなの。そして今私たちが歩んでいる道が、今霊的な状態が、 どんなものであるかということが、伺い知ることはできるようになるはずだ。証を聞くことだけでも。去年の12月、十二月にから牧師が週3日断食を決心しましたね。週2日断食はずっとやっていたけど、この聖殿の移転、記録ある時代を迎えるために、 もっと,頑張,らないと頑張らないといけないという感動があって、週三日断食を皆さんに宣言する前に、先にみから入ったの。皆さんにそれをやれと言わない。みから率先して、週三日断食を決心して、三日断食したその種の、その決心したその日の夜に主が、また示されたことがあるの。何かというと 車がいくらアクセルを踏んでも踏んでも空回りするだけなの車が進まない動かないだからアクセルをしきりに踏んでおかしいなと思いながら踏んでも踏んでも車が動かないから車から降りて降りたから見たら降りてみたらタイヤの半分ぐらいが地面の中に 埋まってるのタイヤのからう回りしたところが全部あの何掘り出されてこれ穴のようにへっこんでしまったのタイヤの半分が入るぐらいにへっこんでしまったの地面がよアクセル踏んでも車が動かない理由が,動かない理由が分かったのそして僕クが乗っていた車をおもちゃのように持ち上げるの 思ったように霊的なことは例えが多いから、おもちゃのように持ち上げて、これをああへっこんだところから車を置かないところからこう。外に出して、それから車に乗る。これを主が示す。牧師が週3日断食を決心したして始まった。その日の夜に主がこれを示しておったんです。これは何を意味するのか？この断食が。 週3日、キルガルの時代をの備えて、週3日、短時間を牧師が計画して、決心して、始まったのが、何を意味するのかを主が、こういうふうに例えを持って、牧師に諭しておったわけです。牧師が決心したのが、霊的に進まないものを進める。進まない車を進ませるための、霊的な、 力だこれは解決の方法だということこれを見せてもらったわけなんで見た目では現実的に陸の目で見ると何も分かんないけれども霊的に見たらいろんな問題がこのようになぜ動かないのかなぜ病気なのかなぜ人生がいろいろ失敗してしまうのかなどが霊的に見るとこういうふうに原因が見えるように分かるようになるわけです。 うちの教会がこれからキルガル時代を迎えるということはこの世が全体的に主イエスさいりに備えて準備すべきであることを何度も説教して聞いてるはずなんですよ。このキルガルの時代は説教したように教会の礼拝度だけがボーンと簡単に移っていけば迎えられる時代じゃありませんよ。それにふさわしい信仰を準備しないといけないんだけどもそれにふさわしい信仰を準備するには まず、こういう霊的な勝利のための何かが必要となるんだ。それが霊的な戦いにいつも共調している短縮の祈りだということ。短縮の祈りがこういう力をもたらすことを主が私に端的にもう今までも何でも何でもあったけども今回も相変わらずやっぱり他には方法がない。一番ベストな方法。 一番強い力を発揮できる信仰の行内といえばそれが短縮であることなの。短縮だろう。はっきり示されたの。それから今も5か月目に今短縮を続けてるわけ、宗を続けてきたら先週も,も選挙したようにうちのこれから行く教会の内部が鉄鋼板で全部貼られて。 霊的に要塞となっている要塞<れ>。ハレルヤ<れ>。霊的に要塞の中に入っている人と、入っていない人これは悪魔が一斉に襲ってくるときに、どっちが守られやすいのか。悪魔がたとえミサイルを撃っても守られる。安全な要塞を今作っているの。こんな霊的な準備なしに、 次のレ拝堂ドに行ってもまた倒れる今日も今朝サモニンの証を聞いたサモニンがイエス様を信じて幼い時に通ってたある教会が西殿建築を始めて西殿建築を始めて土地を買って地下を掘り 土を掘って正殿を建てて1回1回までか建築してその後は倒れてしまったのそこまでは頑張ったのでも1回1回地上1回まで建築したところで教会が潰れてしまったそれからその例の牧師は当時の牧師はその後処理ができなくなり韓国行けば商店街に韓国はこういう レイハイドのススペースを多く抱えてる小さな商店街の小さな礼拝堂一つ借りてそこで今までやってるってそのあとの勝利ができなくてですからこれは霊的な勝利なしには絶対に前に進んでもいけないし進もうともできないし進んだからといって勝利を保証すると,保証するとはないということなのアーメンですか 霊の戦いがいかに大事であるかを知るべきなんですよ。もう今までの説教の中でも何度も言ったはずだ。必ず今からキルガルの時代を迎える時に、あかのようにキルガルの時代に入っていく準備ができない,できない人々は、あかのような脱落する。ここまでは一緒に来たんだけども、これ以上は一緒に行くことができない人々が必ず出てくるんだと。 これは今まで20年間、所々で説教してきたはずなの。説教を聞いて、アーメンと言いながらも、痴漢だったら、アーメンと言ったらその人がまた立ち直すなぜなんでしょう。これは霊的な戦いの問題だから、口の頭の心の決心の段階で、総理できるもんじゃありません。実際に霊的な戦いに勝った時に、アーメンと言った通りになりますが、 アームと言って,ても勝たないと負けてしまったらまた立ち直するから。キルガル時代ははっきり言いまして今までのいつもよりも今までイエス様以来2000年間キリスト教の歴史があっても今までいつもよりも最もっともっと強い霊的な戦いがはっきりと確定的に予想される時代なの。 教会を初めの教会初代教会を起こす時にもすごい祈りに乗って聖霊の働きだけに頼って教会がやっとスタートしましたそれから2000年間教会がまだめちゃめちゃ波乱万丈が起きまして教会が宗教改革が起きるまでの1000年間は教会が暗黒期暗闇の中を通ったと 1000年の間にも教会があるのかないのか、本当の意味でのキリストの教会はなかったといっていいような時代が1000年も続いた場合もあるの。1000年ですよ。なぜそうなのか、そう簡単に勝利ができるものじゃないからですよ。勝利できるまで勝って、戦って勝利実際にしないと、そう簡単に勝利がいい、いい。 そう簡単に処理はできるものではありませんから、一千年間、本当の意味でのキリトルの教会はなかったと。それで起きたのが宗教改革なの。十年、二十年じゃなく、一千年ですよ。教科が一千年間この世にあっても、ローマのカトリックは、 あるだけで本当の意味で今のプロテスタントの教会が目指している聖書に基づくイエスキとの精霊中心の教会がなかったということ。これはあ、今、教会しては暗黒期というのは暗黒期。それが何年だったのか10年、100年じゃありませんでした。1000年でしたよ。驚くべきなの。驚くべき。なぜ1000年も教会が形ある教会がなかったのか。聖書的な教会が。の戦いに 勝利するものがなかったからです。精霊が支配し、導くべき、統治すべき教会がサタンに立ち返ているから、イエスが崇められるんじゃなくて、イエス以外のものも同時に崇められるから、教会が存在していてもないのと一緒だったと。それが一千年も続いたと。もし皆さんがそういう時代に生まれていたならば、どうするんですか正しい教会とは何かを聞いて 見みんな一緒に今の時代に生まれてよかったねえねえそうではありません手握ってあげてよおよかったよかった正しい教会のメッセージが宣言されない時に生まれてこんなもんなのかと思っていてその中で生まれて共に流されたならばどうするんですか 父に深刻な話はありません。なぜこういうことが起きたのか、サタンに負けたからの霊の戦いが何であるかも知りもしませんでしたから。ハレルヤー。アーメンできますかキガルがる地帯のせいでいて、これは今、初代業界より、種を巻く時よりもっと気をつけるべきなのが、巻いた種を刈り取る時の。アーメンです。 マックドキより大事なのはカニドリなの。リレー、陸道リレーで、競技で、スタートスローも大事だけども、最後のパトン走者、これがパトン落としてしまったらもう終わりよ。いくら一、うん、一番真っ先に走っていても、最後の走者がパトン落としてしまったら、全てはダメになる。今がそういう意味で、世の終わりよ。 예수마 살려 놓으셔 하지고 진짜 예수마 살려 놓기니 혼튼히 미나가 신지다모루가 개혁교회 아직이라도 그것이 되기로의 나름에는 이마가 가장 대지나 레이적인 다타까요. 간뺏기승리스 뺏기 치대인이 나타낼 뜻도 믿을 것이 됐어요. 아멘. 아멘 됐 興奮しちゃって何椅子がここにある。ハレルヤもう大丈夫。ハレルヤさあ、ここで神様が皆さんと私を何と愛しておられるのか。一人も逃したくないって。一人も置き去りにしたくない。一人もあのサタンにそのまま明け渡したくないって。 一人のくらず救って、イエス様マス入りの時に、景虚に預からしたいという、神の計画がはっきりと見えてくるじゃありませんかそのために一番大事なのがなんだ礼の戦いに勝利する。今、広がる時代に入ったならば、皆さん、カナンの土地は父と道の流れを、神の楽園のような象徴的に、 そういう約束の祝福の場所なのでもそこにイスラエル民族を導き入れるときに何が待っていたのカナンの土地に住み着いている巨人のような住民たちとの戦いが待ち伏せしていたの。カナンに入れてもらうということはカナンの住民との戦いに 勝利をすることを前提としないと約束が実現しませんよ。カナンの住民との戦い、それを勝利したと後に、その土地を征服、占領することができるの。愛の町では初めの時負けたら、負けたら逆にイスラエル住民に、イスラエル民族に多くの死者が出たの。 勝つだろうと思って登っていた町で敗北して負けて逃げてくるときに死者が出てきたの勝てなかったから勝てなかったから皆さんしかしその後からはその教訓を生かして罪を犯した者がいないように戦列を整えて至る所で勝利を。 勝利に勝利を重ねて、まずこの戦いに勝利をしてから、その町を潜入した。次から次へと。今からそういう時代を今、我々が迎えるようになることを、もうそれが始まったということを、はっきり悟って、これは夢の中でも忘れてはならない。命を左右する話だとはっきり信じますよ。 イエス・キエトの皆で、祝福くらします。ですから、教会を一転させる前に、まず、教会を要塞として作る。皆さんの信仰を、今まで、自ら進んで率先的に、自発的な信仰を見せなかった人まで、自ら進んで、率先して、自分の信仰で、 例の戦いに打ち勝てるような水準に皆さんをまず引き上げてもらうのが場所を移るよりもっと大事だ。それを知るべきです。それを知るべきです。絶対言いたくない話だけども、まだ言わねばならないのが何ですかキルガル時代は祝福の時代。祝福を完成する時代なの。完成する時代だけども、カッカッカンのような人がまた出てくる恐れがある。これを言わねばならない。 ののようううな人人がまた出てくるのどういう人神の国と神の木を優先的に求めて神に従うより世に従う世にあるものはもっと欲しいよ欲しいと思う信仰では絶対にダメなのだの大義大産の悪漢のような人が出てこないように説教したはずなのこういう話を聞き直したらダメなの運命命の救いそのものを左右する話だから絶対にハレルヤー 天国話だけで地獄の話を一番はっきりと述べた方が聖書の中ではどうなったかというとイエス様なの、イエス様。なんで、溜まっていれば行っちゃおうから。警告しなければ大丈夫だと思ったらそっち行っちゃおうから。イエス様が一番聖書の中で地獄の話を細かく説教したの。もちろん地獄の話を主にしたわけじゃない。 神の人として生きる真理の話をもっとたくさんしましたが地獄もの説教も欠かさずに細かいところも説教したなぜか具体的に説教したのそこは永遠にイオの火が燃え盛るところだと水一滴もこうことはできない場所だとそこは泣きわめきながらしりをするような刑罰,と刑罰の場所だと うちがあっても消えよせない永遠に続く場所だとイエス様が説教したのこういう説教一度以上聞いていながらもまた悪寒んのように倒れる人がまた出てくる恐れがあるのが霊的な流れな皆さん過去の信仰はどうであっても今生産すればいいの 罪があれば食い子供のような信仰であったならば今から大人になればいいの。今までは来れたじゃない。今まではここまで来れたでしょう。これでまだ間に合うの。まだチャンスがあるの。でもこれからは、これからは本当の意味で強くならないと間に合わない。今はっきり言いますよ。 あと何ヶ月、あと1年、あと2年、3年、5年経ったときに見れば、今日の話が本当であることは後から分かるんだけども、後から分かったら手を送れよ。今分かって、今から対応しないといけないの。今分かって。絶対に皆さんを祝して、祝して言いますが、大変に大散の悪感が出てこないように。でも、祝福たからといって、そうなれないの。なぜ 本人が負ければ終わりだから。イエス様がチェンなる神だから、世にいるすべての人を祈れば、祝福すれば救われますかとんでもございませんよ。それは信仰によって救われるのはイエス様の問題じゃない。私たちの問題ですよ。アメン イエス様がチェンドであっても、世にいる全ての人を救いませんよ。一部しか救えないの。なんで神になるイエスが世にいる人を一部しか救えないのはどうしたんでしょう神に力がないからよくて、世にいる信仰に、世にいる人に信仰がないからよ。こういう話を信仰によって結びつけないの。自分に。自分の人生に。聞き直してしまうから。聞き直してしまうからよ。上野でも言いましたし、 金曜紀都会で、個人的にも言ったことありますが、主がおっしゃった、これからの事態は、どういうように信仰を持つべきであるか。津波が襲ってくるのを見た人が取るべき行動。そのようにこれから主に従えばいいって。津波だ襲ってくる津波は見える見えたら皆さんは何,何しろ。 あ今、バタばた、忙しいから、これ、これ終わったら逃げます今、大事な仕事あるから、これ、済ましてから、津波から逃げるのあるいは、津波を見るや否や逃げるのどっちにやめんだか、分かんないね。津波が見えてくるのに、津波に対して説教してればどうなのああ、津波が襲ってきますね。あの津波といえば <laughs>、襲われたら、 家もう壊れ。こんな危険な、大変危ないもんですから、津波が来る時にはまずアナウンスして、町の住民に知らせるべきですね。津波を見ながらそう説教している時間あるのビルやいないや叫びながらまず逃げられて逃げるやハレルヤ。今説教が耳に入ってこない人がいるの、まだ。今説教が耳に入ってこない人のためにもう一つ。 シュエスが教えてますの、先週の水曜日に。もう一つは、火山が爆発した。火山が爆発して、マグマが真っ赤な、燃え盛るマグマが沸騰してるの。それが襲ってくるのを見ながら、まだやってる仕事やってる。今まで従来どれりの仕事やってる。あ、マグマだな。ああ、大変だなと思いながらやってる。逃げない、絶対。皆さんがこういう人で、 はありませんよ。イエスのみんなで祝福い出します。マグマがふっとしてくるのを見たらどうすべきだ叫びながら、みんなに声をかけて逃げながら叫びながら。立って説教しながらって、自分も逃げながら説教すべきなの逃げながら。これを、この二つを皆さんに例えて教えなさいと、イエス様に先週の水曜日に言われたの。こういう例えで言っても聞かない人は、 神も助けることはできない神なるイエス、チェンドなるイエスもこれ以上は助けることはできない信仰生活はこのように,にすべきだこれは言葉としては例えだけども実際にこうしないとその人の命は危ないとこれからは聖霊様が強く働くようになりますよしかし言い換えればそれに反発する悪魔も強く激しく 働く時代になることを前提とします。アーメンですか今までは10年ぐらい教会通ってみてからつまずく人が今からは1年も通ってみないうちにつまずいてしまう。なんで流れが速くなるからよ。流れが速くなるから。10年以上前にある牧師の家族が倒れる時に主が私に見せたこと相るの えっとえっと、相撲なんていうの相撲,相撲取るところあ,あうん土俵相撲の土俵のような形だけでもそんな高くはない、うん、普通のこの,あの地面と一緒の高さはただエリアが相撲の土俵のようになってるその土俵に丸くなってる部分が円形状の形のものがぐるぐる回ってる最初はゆっくり回ってたら普通に立っててもはみ出さない しかしこれが時間がたったらぐる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 もうスピードで回るのそしたら三人家族は一瞬のうちにこの投票の中からはみ出してしまったのもう大えきれなくってもうスピードで回ったらよ神が時間潰してこんなのを見せてくださる神じゃありませんよ実際に礼こういことこあるから前もって例えで語ってるだけなのその後まもなく ボクの一家,族一家が倒れていた倒れていたの。その後、どうやらって牧師が倒れたときに、私が行って暗守するときに、本人が見たの。自分の頭の中からこんな蛇が出てくるの。意味わかりますかこういう話わかりますか皆さんがつまずくときにはサタンが皆さんをひばるからつまずくの。 脳出血で倒れて体を痺してしまったそれを安心したら自分の頭からエビが出て,てくるのを本人が見たのこんなのがあるから実際にこんなのがあるからこうやってこんなのを教えてあげたならばあとは気をつけるべきでしょうでも結局離れたのそれでもなぜ離れたのそれ分かりやすくと力がないの頭は分かったの なで自分で見たからああこ,これでたやられたしかし、ちょい手くる力がないのだから気をつけてとだいぶとりにちょい手ぐればい,いのにちょい手ぐる力がない弱いからよだから分から、うん。分かっていながら立ち返りができないの分かっていながら立ち返りができないのなんで戦いは力の問題だ,だから。 こうやってやってみようか、どっちが勝つのか、中央ほうが勝ちです、中央が。中央ほうが勝つの皆さん、人と人との戦いは、本当の意味での戦いだく、私たちの人間どもの戦いは悪の書類との戦いであると、聞いた覚えがありますか、読んだ覚えがありますか、実にその通り 父に。自分のために、家族のために、霊の戦いしない人、祈らない人、縛られていながらも気がつかない人、もうちょい時間が経った時に、これ以上神様が憐れみをかけることもできない時が来た時に、どちらから憐れみをいただけるでしょう。 神からの憐れみはこれ以上期待できない期待できない時間がやってきた時に今しっかりと強くならない人々はどこからの憐れみに自分の運命を神家族の運命を委ねることはできるでしょう待ってるのはサタンしかないことを今はっきり悟りますよイエスゲートルミナで福を出します時間がだったら必ず実現するのを目で見ることはできる話ばかりをしていることも悟りますように イエスのみなで祝福いたします。アメン。皆さん、必ず勝利する方法、私も分かっている分かっているからといって、ボクは、怠けるのか違うの。私の肉体がもう,もうこれ以上体ではもう無理だと思うまで、 霊の戦いに挑むんですよ私自身が昨日も祈りながら考えたのもし EMC に送られたものの中で私が祈る時に昨日のように例えば同じくずっと週3日断食しながら私と同じく動いて私が昨日のように11時間ぐらい祈る時にずっとそばに座らせてそれからお前も同じくやりなさいと言ったら 何人ぐらいがついてくるか考えてみたの、昨日。そしたら EMC はみんなついてくると。そうじゃないから信じるよ、信じる。信じることにしたの。ついてくるものはいないから信じることにしたの。意味わかりますか意味がわかりましたか大変だということなの。自然と簡単にできる話じゃないという意味なの。陸大ックダイの限界を覚えるときまで祈ったの。 ですかなんで実際に戦いだろうと分かっているから演技,演技のために何でやるの演技のようにいるクフジャンたちが一番大きな勘違いしている部分が何かというと自分は全てをイエス様に委ねているってイエス様を全面的に信頼しているってそうするとイエス様が全部身心のままに勝利,勝利と導いてくださるってもう一人もう一つの部類は 自分は24時間祈る気持ちでいるって。24時間祈る気持ちでいるから、24時間イエス様と共にいながら守られる確信があるって。これが一番大きく、サタンに惑わ,され惑わされた人のサンプルであると、今はっきり悟りますように、イエスキュートのミナで祝福あします。これが、 信じる者を一番弱らせるサタンの計略なの聖書は言ってます求めなさい求めると与えられますが求めないものは与える求めなさい与えられる求めなくても与えられるないでしょう求めなさい求めた人だけに与えられる叩きなさい叩いた人に門が開くのアーメンですか探しなさい実際に探した人に見つかるの祈りなさい 祈りだけは隙間も与えず、絶え間なく絶えず、それも根気よくと言れるから根気よく祈りなさい。隙を与えたら悪魔がくさびをち込む。エペソー4の27を信じる人は、あめとしゅ様え思いに面白くて、絶え間なく祈られて、絶えずにして祈らなくて、 暇を与えたら隙間にくさびを打ち込むサタンが待っていることをエペソ4の27で聖書は教えてますよ。祈りだけはいろんな行いの中でも絶え間なくやるべき根気よくやるべき行いだりもの祈りはなんで悪魔にくまを隙を与えてくさびを打ち込まれたら 勝てなくなる恐れがあるから勝てなくなると本人が倒れるから本人がハレルヤ。牧師はいけばいこうとこういう例の戦いをそう大事にしてまず自分が挑むの自分が自分はや,や,やらないでやりなさいと皆さんだけに呼びかけられたまず自分が皆さんに言う前に皆さんより自分が頑張る理由があるの。 分かっているから分かっているそれで時間がったら結果が出るのも見てきているから見てきているから <laughs> ハレディ神が約束されたカナンの土地も戦いの処理なしには絶対イスラエル民族のものにならなかったこと悟りましょう 今日、イエス様の弟子たちが、病気を癒し悪霊を追い出す、権威と力、権能さ授かったイエスの弟子たちが、十二弟子と呼ばれた者どもが、悪霊に取りつかれて、転換という病気にかけかた少年の病気を癒せなかった。そのうちに、イエス様に子供を連れてきて、 そのいきさつを皆さん読んだ弟子たちには、イエスの皆による権威と力が約束されてたの。それで、十二弟子と呼ばれて、使わされてのように。権威と力を約束されたから。でも、約束されたの、権威と力があるのに、弟子たちは、悪霊を追い出し、天下という病気を癒すことはできなかったの。なぜなんでしょう。後からイエス様に説明を聞いたら、祈りと、 ここにいないんだけどももともとの聖書の本文には祈りと短縮ということ祈りと短縮短縮が超悪魔と悪霊を追い出しその勢力を砕いてしまう超能力超能力が短縮になるから巧みに今日になっては短縮ということを聖書から取ってしまったこれもサタンの技なのサタンの技 ハレルヤ！イエス様後からイエス様に説明聞いたら、イエス様に権威と力を約束された。弟子たちも約束されたのになぜできなかったのか。祈りと短時期が足らなかったから。祈りと短時期のヨナ人にはここの種の霊的な悪霊どもを追い出しかできないと、イエス様はその秘密を教えたんです。ハレルヤ。 マルコ16の178八節に,信にうう、信じる者にはこういう印が伴う信じる者にはこういう印が伴うどんな印かみんな一緒に、イエスの名によって、アクレを追い出し、新しい意見を語り、徳を飲んでも、会を受けず、蛇をもつかみ、病人に手を置けば治る。これは父に 世にいる人にはない世にはない権威と力。イエス様にしかないもんなの。これは信じる者どもには伴う印だって。でも、こんな印、今日の教会に伴ってますか伴ってないところがもっと多いわけ。理由は何ですか約束はされたけど、祈りと短時間によってこれを自分のものにする。霊の戦いに勝利をしないから。 こんな約束を預かっていながらも、実際はサタンに縛られてるサタンに。ハルヤア。メンなぜ日本選挙できないのサタンとの霊の戦いはやらないから。なぜ今の韓国の多くの教会が倒れかかってきてるの韓国にリバイバルが起きるまでは、祈りと短時間がやまなかったの。 山々には祈祷園が作られ、夜の徹夜祈り、山の祈り、短縮の祈りが韓国チェンド金曜徹夜祈祷会、こんなのが韓国チェンドを燃やしていたの。その時に、わずか何十年で韓国は1000万クリスチャン突破したの。これは2000年キリト教の歴史の中で、 韓国だけにやった話なの。2000年の間に初めて韓国だけに起きたリバイバルなの。何十年ぐらいで1000万突破したのは他の国には前例がなかった、全く。しかし、これが韓国がリバイバルしていっぺんにクリスチャンが増えた。そうしたら、牧師たちが信者を教える。 教育に専念するようになって、祈りと断食がいいかぎりになり、今はまた大きな教会がサタンに立ち縛られてしまう。教会の中に認めてはいけないサタンの思想が教会の中に植えつけられて、教会がサタンが喜ぶことを教会も喜び、神からだんだん離れるようになってしまっている。 同性愛を認め、イエス様をしっかり信じて世にある祝国を求め、だんだんイエス様と天国には興味がなくなる、祈りと短食には興味がなくなる、それで発達したのが自由主義、繁栄主義、陸の条約をまず優先的に求める。 最初人が神を離れた初めの罪を今犯している気分感情、見て心で気分感情で感覚で判断する。神の言葉より、祈りに乗って聖霊の声を聞いて従うより、自合を見て判断する、動く。皆さん、今私の目には、今、 こういうすごい時代になっているのに今相変わらず、悪寒の信仰に立っている人が見えるの今も悪寒の信仰に立っている人が見えるの皆さん、目を覚ましましょう霊の世界を悟るべきですよそして、小さに打ち勝つ力を求めるべきです祈りと 短期の祈りと言うべき本当はね短時期の祈りは生まれ変わって肉の蝶欲を離れて打ち砕いて自分の肉の思いを中時間つけて神の聖なる子供に生まれ変わるのに一番の力を発揮するのも短時期の祈りであり肉の蝶欲に負けれは絶対短時期できないのなんで食べたくて飲みたくて イイライラしちゃうね食べてると見たら、はあ、隠れたところで、えそうすると、サタンが拍手を送る。イエス様は涙を流す。皆さん、一度、一度、一度大事にしてよ。一度。一度負けた人はまだ負ける恐れがあるの。 一度勝った人はまだ勝つ方法が分かるのそれが傷になるのやっとの思いではやがろうとしてるのにここに一つ何か足場がある人は上へ行けるのでもここに一つあるべき足場がないと落ちてしまうこの一つこの一度これが皆さんの永遠なる運命を左右するものだと頭で分かってもら分かった通りをち 戦できる力は聖霊様にしかないの。聖霊は罪あるものとは働かないの。罪を悔い。果てて陸の思いをくく砕いて。聖霊に従う。優先的に従う。徴欲に気分感情に負けないと。聖霊にとらわれたいと。こういう人が霊の高に勝利ができます。今日から挑戦してくださいよ。よ 1> 週1回も短食したことのない人は今日から週1回ぐらいは短食するように週2回しか短食できなかった人は週3日ぐらい短食できるように1日おきにしてもいいからそれで自分を霊的に負けない程度に強く作り上げる必要がありますそれがいかに有益であるかをやってみばうかサモニーの私は3日短食しないより体ももっと元気になったの本当は この間、教会のものを出すときに、うん、大変だからとみんなに、この週だけ、今週だけは食べてもいいと言って食べたらね、逆に体がだるくなっている、重くなってる。その後まだ短食3日断食に戻ったら、あるよすっきりしてくるんですよ。あめ、うん、陸大の健康も強くなる。なぜ 신오래이가 하더라고 또 시바리가 떡해는 아멘. 신지 맞을까? 아 할렐루야. 아멘. 신오세례가 하더라 있라 시바리가 떡을 도 食べて나도 건강이 모리모리たくさん出てくるの. 아멘. 아멘. 응? 심시듯이 건강이 食べなくてもモリモリたくさん溢れ出るっ これは、ね、信仰によって得られいとダメなの。やむを得なく、嫌だなと思いながらやると効果がないの。やってみる、私も、イエス様も、神として救い主として、本当にこの世で計画したことを、これからやってみようと思ったときには、まず40日短食をなさってから、空腹を覚えられてから、腹ぺこになってから、なんだけども、腹ぺこになって、 空腹を覚えて腹ぺくなって40日食べて飲まず食わずの短時間してるからしかし逆に精霊に10万に満たされて精霊に10万に満たされたんだけども悪魔が誘惑してきたの信じる者ともの勘違いなんで教会帰ってるのになんで祈ってるのになんで精霊満たされたのに悪魔が攻撃するのだからやめるよやっても無駄だという人がいるのイエス様は40日短時間して 一もより聖霊レジになった時に悪魔が待ってたからに襲ってきたの。意味わかりますかしかし、40日聖霊レジになったから、イエス様は悪魔を見事で見事に打ち破り、ひりじけてしまったの。こんなイエス様を模範を示されたことを、 イエス様でもないくせに全然やらないで、ああ、私は24時間祈,祈るつもりだから、私は全部イエス様に委ねてるから、そしてある瞬間倒れる、倒れる。倒れたら信じない人と同じく薬飲んだり病院行ったり、なんでこうなりましたか。私も祈る前、精霊に委ねる頼る前は、イエス様は信じないときには、教科通ってても薬飲んだりしましたよ 祈って、精霊に頼り、精霊によって生きるようになったから、だんだん、そういうのは、もう薬は飲まなかったんだけども、でも風邪ひいたりしたの。でも、もっともっと祈ったり、炭にしたりしたら、今は風邪も来ないの、今は。風邪気味になりそうだったら、それが逃げるまで祈るの。そうするとまたすっきり。だから、20年前より今がもっと元気だと言えば。 それを皆さんに言うのは、そういう法則によって生きる霊の世界があることを伝えたいから。神と共に生きる道を皆さんに教えたいから。あン,ン。別に、牧師の健康はどうのこうのそういう問題じゃなくて、こういう道があるよってことなの。主と共に生きる道と、サタンに縛られて生きる人生があることを言,言いたいわけ。あれでアあン。ア いつもどこでも主と共にいる主と共に歩んでいるということを感じながら生きることとそれを全く感じないまま生きる2つのパターンの人生があるとすれば皆さんはどちらを選びたいんですか皆さんはっきり言いますが旧約聖書もいやアダムの時から イエス様が来られる時までイエス様が来るからあと7年間なんかこの世に続く時までサタンは行けば行こうと激しく働きます。アミですかイエスの口から出てくる剣が最後にサタンを打ち砕き取り縛ってそこの足のうちに1000年間入れる時までサタンはこの世で人々を 迫害し、妨害し、縛り、倒し。できれば最後の瞬間まで一人でももっと神の人を倒して自分の試合下に入れたいものだと思ってその働きを夜も昼もやめないでもクリスチャンたちは夜も寝ていて昼も寝てるでも EMC 教,教会連合は夜昼も起きていて夜も起きてる霊的に。 祈りと短時間に満たされて主の精霊の力に満たされてそれから初めて寝床につく時に精霊を全てを委ねますそれでももし祈りが足りなかったら威言で祈りができますようにそれでも間に合わなかったら起こしてださいそうやって祈って,る祈ってから寝床につくとこの間も、ね、たびたび最近はねもっと 寝ようと思ったらまだ目が覚めるそうしったのかもっと祈りだこんな祈りが道を開くし要塞を作るし歩く道にお花をまいていただけるようになる主がはっきり今も進歩する程度を示してくださる。今まで始めてた高速道路は 走ったこともあるし飛行機によって飛んだこともあるしだけどもお花まで巻いてくれたことは初めてなのなんと栄光たる道を主が今皆さんと私のために準備しておられるかが見えてくるじゃありませんアーメンですなんで例の戦いに勝利しつつあるからです今からはある人は一瞬に立ち直すのあるでは えあの人がいつあんな信仰があったのすごいねと一瞬にみんな死にウゴのうちにのたけのこのように見る見るうちに信仰が伸びる人が出てくるのこれから雨あ,あんまり大した信仰持ってないと思ったら見る見るうちに一つの間にか霊的な君いになる人がこれからはたくさん出てくるそういう時代なの。 なぜ、流れが速いから。流れが速いから。野球をあんまり知らないけど、野球のボールを投手が、もうスピードで投げた場合、これをまともに当てたら、何がホームランが出やすいのアメンわかりますか野球のこと、を詳しい人はわかるでしょ、うん 모습이 드러났는데 그래야죠. 자또 어쨌든 소나 독기니 호우난 뭐 확률이가 높아구나. 아멘. 이제는 레이디기니 간만에가. 이마저 노로 노로 또 성장이 훨씬 더 미나갔던 이도비도가 급성장할수있로 소유지대님은 아르시. 맡아. 급히 타오르게 되고 이도 못했던 것이다. 聖書は終わりの時をこう予言しています。悪を行う人はさらに悪を重ねて。献を行う者はさらに献を行い、イエス様に等しくなるだハレルや、うん。だから今までよりは変化が激しいから、うん、皆さんがもっとなん,かなんか活発な気分になるはずなのね。あ やりがいがある。すぐ結果が出るから。今からはそういう時代になるの。そういう時代に。だから、今からは1ヶ月を1年のように、1年を10年のように、いや、それ以上のように、これからは頑張って、わずか、あと残りわずか少ない時代を、本当に主の霊と共こともに、孤独ごとく悪の書類に打ち勝ちながら、主イエスの時に、 主の日に必ず引き上げていただいて永遠なる命の復活に入ることはできますように。イエス・キ o ス r e で h e l e a d アメン m e そのために今までより祈りと短時間に励む生活となりますように頑張ってくださいよ。アメン,アメン普段一般信者でも2、3時間以上毎日しっかり祈ってしもべと呼ばれているのは最低4時間以上祈ってしっかり。 それでも流れがうまくないときには短食に挑むのクリアできるまで祈ってくださいよ。アミン。ーメンえ、短食は皆さんの霊と皆さんの肉を共に清めて強める超パワフルな祈りが短食の祈りなの。しかし戦いそのものだからこれがね、初めはポーガがすごいの食べたいし、あるいはイラ,イラするし、焦るしえ、急に怒りたくなるし。 全部もうぶっ壊したくなったりするのいろいろ。目的がちょっと変わってもなんで睨みつけてるのケ喧嘩を売りたくなるし。しかし、我慢して処理して乗り越えていけば皆さんが霊的に強くなっていきこういう意味がだんだん分かるようになります。ハレルヤキルガル時代に一番大事なのは何ですか 霊の戦いに勝利することなんだそうすればすべてを獲得できるこれに負けたらすべてを一瞬に失う。あン,アメン今日は,はっきりさどって今までのことは過ぎたことだからできてない部分は食いあためてこれからは進行によって挑戦し100年で永遠なる皆さんの人生をこの終わりの時代に間違いなく作り上げることはできますように祈ってまいります。 예수 오는데 예수요 예수요 오 할렐루야